尻とハムスト、太ももの裏ですね、やっていきます。ポイントです。まずお尻、ここに仙骨があります。でちょっとここのずれてますけど、腸骨がこうあるわけですね。仙骨、この腰に近いところはポイントでもあるんですけど、やるんであれば優しくやってください。でお尻狙うときには仙骨を狙いに行かないっていうことです。はい、まず狙うべき筋肉、中臀筋、お尻の外側です。ちょうど斜めってるところですね。大天使に向かってこう中臀筋があります。横の方まであるっていうのがこれで、ご確認いただけると思います。この上の方とかね、この腸骨量に近い方っていうのは筋肉の厚みが薄いのでちょっと気をつけてくださいね。特に狙ってほしいのはこの筋肉の厚みのあるここです。こう中臀筋ね、とこの側面、ここっていうのは筋肉がタバタバになりやすいです。ここもしっかり取りに行くっていうことね。でここには大天使って言われる骨のグリグリがあります。これを基準にまっすぐ上の腰骨に向かってラインを探しに行くと、凝ってる人はここに筋肉の束ができてますので、それは凝ってる方なので母趾でしっかりと効かしに行ってください。で中臀、これも中臀筋です。でこっちも中臀筋、ここは肘で効かしに行く、こっちは母趾で効かせに行くっていうことですね。次に梨状筋です。梨状筋は中臀筋の下です。仙骨から大天使に向かって走っている筋肉です。仙骨に近いここをねしっかりと肘または母趾で、母趾でも広い面でね効かせてあげてください。ここですよ。はい、次ハムストいきます。ハムストリングス、まずお尻の座骨がここにあります。こうお尻をね下から持ち上げるとコツンと当たる骨があると思います。座骨結節ですね。そこから伸びているハムスト、膝の中に伸びていってます。今ラインで書いてますが、もっと太いです、筋肉は。でもこのライン上に指を取りに行けばハムストを感じ取れるはずです。イメージとしては2本あるということ、内側と外側、母趾でやる人は相当硬い人、通常は手根あるいは手掌圧迫で、外側にもう一つラインがあります。これ外側後筋の後ろのヘリなんですが、ここも凝ってきやすいですね。手根置いた時に縦のラインのライン上に凝りを感じたら凝っている方です。仕込んで効かせに行く、これが外側後筋の裏側。